今回レッドイットダイに参加させていただきましたソソブレイクザウォールボーカルアイです。今回はこの話をいただいて非常に嬉しく思います。もともとグロテスクな描写のゲームだったりアニメーションだったりアートだったりそういったものがとても好きで、コラボレーションできたことをとても嬉しく思います。今回提供させていただいたレッドイットダイ君と僕の書は今回この話をいただいて、ちょうど音楽活動を自分の中で止めていた時期なので、ぜひ参加したいし、これをきっかけにもう一度音楽を始めたい、もう一度歌を歌いたいと思った大きなきっかけになったので、そういった思いも込めて何かをもう一度始めるこう気持ちだったり、諦めていたことをもう一度なんかこうやってみようという、そういうスタートを切るような歌詞になったと思います。ゲームのことはもちろんイメージしながらも、そのイメージしたものもアウトプットされてるだと思います。現在ソロプロジェクトということで自分で立ち上げたんですが、いろんなミュージシャンとかアーティストの方とコラボレーションして、これからも面白いことをいろいろしていきたいなと思っています。ゲームを通して音楽気になった方、今回映像を通して何かちょっとチェックしてみたいなと思った方、関西ちょっと東京からだと遠いかもしれないです。世界の方ももっと遠いと思いますが、日本に来られて大阪に来られることがあればぜひ足を運んでみてください。それではまた会いましょう。ソソブレイクザウォールでした。 Let it die!